was kind of editing a video, like the next video, and I realized that we're almost finished with chapter 2. So I think we're going to continue on with the chapter 2, like the storyline. And instead of doing mini games and some stories, because we will get back to those later on. So now we're going to go to the Champion District and see what's going to go on there. Are you ready for this? I really hope we are. そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。橘不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？ No. いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら橘不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。You need to change clothes. 心の店をゴミとしか思ってないんだろうか。ヤクザ、I guess. 俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。No way. そんなに追い出したきゃ、俺ら殺すしかねえぞ。Okay, then. 俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな！お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ！ It's great. It's great. You really are a good listener. Done with that. Now what? なんだこいつ。A beast. 少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は橘不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う！あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。小田さん。はい、小田。どうも。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、片木の人間とか言ってなかったか？Technically. なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は堂島組にいたがな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザが、なんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。You guys are so young. Oh my god, that phone. Do you see that phone? I forget that this is the 80s. じゃあそのように。This all happens in the 80s.
社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。 He's not Yakuza。 そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長を見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきたとき、元いた住人を追い出してんだからな。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらには、あんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ Haven't decided. Okay. 会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは、思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。So now we're going to Theater Avenue.Down here. What? No? Where is it? I do know that there is something like that later on in there, but...No, I think it's cool. We did most of the sub stories, not side quests, sub stories, so I think it's cool. Yeah. Excuse me? Who are you? It's kind of funny. He was like, bitch. Clickety clack.俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか？ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか？何？ Of course. うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから、死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？オーラ said what? おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。おら、ここんとこどこ行っても歓迎されやしね。Yeah, and I feel sorry for you. I really do. 呼ばれた先で門前払いとは、コケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだ、バカ野郎。Come on, guys. Be cool about it. どけ。Just let me in. お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって。どうなっても知らねえぞ。No, but you are. You guys are. Definitely.
Enemy down. Damp. Or dump in Swedish. Here is Oda. I'm not looking forward to this. Omae wa Oda. No, it's Santa Claus. Yo. Yo. Omae ga oru wo osou you ni.さっきの連中を消しかけたんだ。Who else? なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうも。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。川村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。Perfect match for half-assed ex-Yakuza. That's low. そのつもりでかかってこい。 I hate these kinds of fights. You can hold up. Fight. Why can't I just get that? Trying to dodge that. Oh, I missed that, but whatever. It's cool. It's cool. Get up now. We're gonna use that. Okay, just fight. Fight for your life. Like, literally, fight for your life right now. Yeah.
is ridiculous! Come on, just kick his ass! Come on! I'm getting frustrated right now. Thank you! That was not that difficult, but you didn't want to. Thank you. That touch button's gonna get a hold of it. And he's like, who ruined my... Well, I'm not laughing because I got mad.嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。He's not a rookie, though. 信じらんね。I'm not kidding. オーダー。納得しましたか、オーダーさん。I knew it. Though I thought he was gonna get home and he's like, who ruined my...Room. Or not. Is that like, or something? I don't know. Make it. Let's hire him. Donut. Antem shorts the old Daniel will tame us at the cotton. Most probably, yeah. Eh. Oda Sanwa Watashini Totte, Kakegai no Nai, Kataudes. Dakara, whatever no Naka Yanata, Mukai Lunia. Kareno Yokai Yotoru Hitsioga Arimashita.そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか。カムロ町さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。Do that. How does he have the power to just take all the power? How did he time this? How? Like, how did he do that? Kane wa chikara. Of course, but. Watashi wa jibun no chikara ga kono saki doko made toujou kai ni semareru ka.試してみたい。Okay. ですが、まだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて、カムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地は。それだけの価値を生みます。あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、
風間慎太郎です。Who else? Who else? おやすさんが。Who else could it be? Like, seriously.あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ空の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一粒をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知で、あなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ、風間さんが望んだ。But why Kiryu or not?私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、キリュウさん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。 A watch? これは That watch. あなたも見覚えがあるはずです。 Look at them!They're so cute. 沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。Look at them. Small babies. おやすさん、あんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。Of course. すべてが片付いた後で。フォルにはまだ。おやすさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。だが、あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやすさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、キリュウさん。Anyways guys, that was chapter 2, The Real Estate Broker in the Shadows. And、yeah, that's all I had for you today as well. I hope you enjoyed it.、now we're really getting into the story and it's picking up and there won't be as much
sub-stories from now on, but there will still be a few, and they are really important to the story sometimes. Like, for example, that we have worked with, like, getting friendships with some of the characters. That will help us later on in the game. So, yeah. But anyways, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. Don't forget to like and subscribe, and I will see you guys in my next video. Bye!